そんな。ダメよ、だって私は。私はやっぱり無理。待って、ダメです。だって私まだ。お願い待って。ダメダメ。心の火花、いちごとミントのすれ違い。呼びましたか。プリンは玉塗りを極めて、さらにその先にある究極の剣を発明したとか。ねえ、呼びましたよね。僕に伝わる48の隠し芸の1つ、必殺玉塗られ。それ芸のバランスが難しいのだ。嘘だと思うならやってみるのだ。絶対やんない。お待たせしました、サービス券来てる。サービスケーキセットがお二つ、それからショータイムのお姫様。お金取るの？10円。10円なのか。じゃあ5円。ありがとうございました。はぁ、疲れた。賑やかでいいですわね、あなたたち。ミント、あんたチッコを手伝いなさいよね。いつも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 サボってばっちよ。あなた今日も遅刻でしたわね。私がおでぼうさんなのは、私の中の猫さんのせいだし、その分ちゃんといっぱい働いてるもん。ミントに文句言われる筋よ。なんか何よ。こんな当たり前のことあまり言いたくはありませんけど。だから何よ。いちご、あなた一体ここに何をしに来ているんですよ。え、だからお店の手伝い。その認識がそもそもの間違いなのですわ。え、よくって、私たちの本分はあくまでもこの地球を守る戦士たること。いつどこで何があってもすぐ駆けつけられるようにここで待機しているのですわ。このお店もこの格好も、言うなれば世を忍ぶ仮の姿。さて、毎日一番早く来ていつでも動ける状態を保っている私と、毎日遅刻してきてはバタバタ騒いでいるだけのあなた、求められている役割をきちんと果たしているのは一体どちらでしょう。ミントは意地悪、意地悪ミント。あらあら、いまいち独創性に欠けますわね。高び女。それだ。でもお兄様には弱いのよ。後先考えて喋るようにしないと後悔するぞ。でございますわよ。そんなで怖くないもん。おい、こら、賑やかでいいなお前ら。白金、どうしたの。見せたいものがある。全員地下に集まってくれ。どうしたのこの子、なんだか苦しそう。今朝公園の池で保護したものです。怪我をして飛べなくなっていました。かわいそうなのだ。これをよく見ていてください。元気になっちゃいました。これって、今振りかけたのはミューアクアの雫だ。ミューアクア。ミューアクアは非常に純度の高い水の結晶体のようなものだと思われている。物質の代謝を活性化する力を持っていて、怪我くらいならこの通り治しちまうわけだ。そんなの聞いたことありませんわ。だろうな、俺たちも半信半疑だった。え、エタス。はい。この間の海の自分の体が変化した時のことを覚えてるか。はい、あの時は無我夢中で、あまりよく覚えていないんですが。レタスを人魚に変えたのがミューアクアの力だ。え？という可能性があったんでね、潜って調べたらそいつが見つかった。ミューアクアの雫はミューアクアからにじみ出したいわば副産物に過ぎない。その力も本体の数億分の1ってところだ。
しかし、どこかに完全な結晶体のミューアクアが存在する。その証拠としては十分だ。完全なミューアクアは、地球環境全体に影響を与える力を持っている。それを探し出すことが、今後の任務の最優先事項だと思ってくれ。いい返事だ。よいしょっと。さあ、もう大丈夫だからね。どうしたの？ほら、お友達が待ってるよ。もう行って。いちご？やっぱりいちごだ。青山くん、何してたの？いや、あの、なんでもない、なんでもないの。そうだ、青山くんに聞きたいことがあったんだ。ん？奇跡の水か。やっぱり聞いたことない？うん、ごめん。そっか。でも、そんなのが本当にあったらすごいと思うでしょ？今の環境問題とか一気に解決しちゃうかも、ね？いちご？地球の環境をね、自然の回復力だけで100年前に戻そうとすると、だいたい1万年くらいかかるんだって。人間のやったことをなかったことにしようとしても、もう意味はないんだ。それはみんな気づいてる。だから、人間の力も含めた上で、新しい自然の形が考えられているんだよ。なくしたものを嘆いてばかりいると、できるはずのことが見えなくなっちゃうからね。青山くん、それは？これ？これからボランティアの人たちと河原のゴミ拾いなんだ。私も行く！え？小さなことからコツコツと！重みやイチゴも置いてきました！よし、一緒に行こう！イチゴ！あなた公園まで行って帰ってくるのに何時間かかってますの？ごめん、ちょっと急な用事が。青山も母ちゃんの匂いがするから！青山のお兄ちゃんとデート！ふざけないで！いちご？あなた、私が言ったことが何にも分かってませんのね。自覚がないにも程がありますわ。そんな怒んなくても、私別に。別に？別にですって？何事？ザクロさん、お姉様、お姉様からも言ってやってください。いちご？ミント、落ち着きなさい。ディープブルー様はお怒りだ。何としても奴ら、東京ミューミューを排除しなければならない。んなこと言われてもな。僕たち一生懸命やってんじゃん。騎士、それは何だ？お、これ海で拾ったんだ。聞いたことくらいあるだろう。地球の生物の進化の力の源。ミューアクア。正解。何それ？なぜディープブルー様に報告しない？だってこれ欠片みたいなもんだしさ。そうだ、バイタルト、僕の話に乗ってみるかい？うまくいったら褒めてもらえるかもよ、ディープブルー様にさ。今日もお休みでしょうか？いちごさん、やっぱり迎えに行った方が。レタスとプリンで行ってきなよ。私はいいや。私が行くとまた怒らせちゃうかもしんないし。いちごさん。マクワリンです。あ、はい、はい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 、ただいま。なんでお店の方に？レタス、裏に回ってもらって。はぁ、ミントさんからです。なんなんでしょう。わかった。面と向かって謝るのが恥ずかしいもんだから、お詫びの印を送ってきたんだよ。なんかお菓子の詰め合わせとか。お菓子なのか！お菓子、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 お菓子。これって、そんな、まさかミントさん、このまま辞めちゃう気なんじゃ。どうしましょう、いちごさん。いちごさん、私わかんなくなっちゃったよ。いきなりこんな、もう話す気もないってこと？じゃあどうしようもないじゃない。私、もう知らない。ダメなの、ダメなのだ。
メなのだ。ミントのお姉ちゃんがいなくなったらプリンの簿記に突っ込んでくれる人がいなくなってしまうのだ。あのねいちごさん、プリンさんもこう言ってますし。レタスのお姉ちゃんひどいのだ。またプリンの簿記を潰したのだ。すみません、ごめんなさい、ごめんなさい。どうですか。ダメだ、また外れだ。帰りましょう。少し休んでください。いや、まだやる。しかしレタスの変身は奴らも見ている。時間がない。一つでも奪われたらその時点で負けだ。何としても全部抑えなきゃならない。もともと分の悪い勝負だ。わかりました。サンドイッチ食べてくださいね。ったく、分が悪いにも程があるぜ。なんだ、珍しいな。お邪魔なら出直すけど。いや、なんだ。話があるの。ミントのことよ。いつもの喧嘩だろ。なんでわざわざ。そうじゃないのよ。あれは頭のいい子だから。いろんなものが見えすぎるのね。もう帰ってこないかもしれない。俺にどうしろって言うんだ。それを私に聞くの。私はあまり重いものを背負う気はないの。だからあなたにふらつかれると困るのよ。よし、わかった。ザクロ、どんな手を使っても構わん。ミントを連れ戻してこい。こいつは命令だ。了解。なあザクロ、お前本当に中学生か。女に年を聞くもんじゃないわね。さあてと、行ってみよっか。え、みんなでミントんち。いちごさん。圭一郎、今のは何だ。マグニチュード 4.2。 震源地は都心の真下です。だと、地下に大規模な断層を確認。ただの地震じゃありません。これは、こんなことができるのはエネルギー反応、エイリアンです。みんないるか。白金出るぞ。今の地震はエイリアンの仕業だ。奴ら地下に大穴開けやがった。でも、ミントが、サクロさんも。そんな暇はない。奴らの狙いはおそらくミューアクアだ。あれを悪用されたら地球は終わりだ。何としても阻止しろ。オキオミューミュー出動だ。ミューミュープリン、ミューミューレタス、ミューミューストロベリー、メタモルフォーゼ。いつまでそうしてる気？私、戻りませんわよ。どうして？どうして？戻っても無駄だからですわ。何が無駄なの？戦いがですわ。なぜ無駄なの？負けるからですわ。負ける？どうしてわかるの？わかりますわ。たった5人で地球を守れると思う方がおかしいんです。私は無駄なことをやるのが嫌なだけですわ。地球がエイリアンに征服されてもいいの？知りませんわ。地球の生き物が全て滅んでも？そうですわ。そう。じゃあ、今死んでも同じことね。みっけ。これがミューアクアか。はあ、綺麗だね。意外と簡単に。ん？こいつは。どうした、キッシュ。早く持って帰ろうよ。そうはいかないわ。地面の下こんなに掘っちゃって、地下鉄の運転手も怒ってるんだからね。なのは。お礼にたっぷり、ご褒美するにゃ。ってなわけで、ミューアクアを渡しなさい。うん、いいよ。あ？何？キッシュ。でも、ただあげるのも芸がないからね。ちょっとおまけをつけてあげちゃおっかな。ミューアクア！こんな。
には指一本触れさせない。お姉様でも絶対に絶対に。見つかったわね、戦う理由が。そうやってがむしゃらになるとあなたイチゴと同じね。あの子はあなたほど考えていないけど、いつだって前を向いている。だから。お姉さん、ミントのお姉ちゃん。ミントさん、ミント、なんで。私はミュウミュウミント、メタモルフォーゼ。ニューアクアとはこの程度のものだったか。いや違う、別の結晶だ。何今のあれ、この雫にも満たないパワーだったからね。そうならそうと早く言ってよ。ニューアクアがそう簡単に見つかるはずないよね。うわー、びしょびしょ。イチゴ。何ミント。私、あなたに。あ、そうだ、ミントンちってこの近くだよね。ええ、そうですけど。だからといって、なんでこうなりますの？ツルツルなのさ。シルクですのよ。ご存知だって。お聞きなさいよ。ミントっていつもこんな広い部屋で寝てるの？いや、私のお部屋はお姉様が壊して。ミント、なんですよ。なかなかいい芝居だったわよ、ミッキー。嫌なことがあったらみんなで思いっきり転げ回っちゃおう。いっぱいいっぱいはしゃごうよ。体がくたくたになるまで、ふわふわになっちゃうまで。そしたらほら不思議、この羽みたいに嫌なことがどこかに飛んでっちゃうから。
やだ、私の夏は絶対に終わらないもん。いいえ、終わりますわ。儚い恋のようにすっぱりと。ひどい、私と青山くんの恋だけ終わらないもん。次回夏よさらば、いちごの一番長い日だから、さらばだって言わないで。いちごさんどうしたんでしょうかね。どうせ宿題が終わってないんですわ。どー